どうもとピスタチオです。よろしくお願いいたします。古代ギリシアの哲学者アリストテレスは言った。人を動かすには倫理、情熱、論理の3つの要素が必要だと。その言葉は時を流れ令和にたどり着き、ある男たちによってさらなる進化を遂げる。それは数多の人たちをその光で魅了してきたスロット台ジャグラー。人はその光を見んがために祈りを込めてレバー恩師、時にはねじる。男たちは言った。エトスパトスロゴスがジャグラーを光らせると。はい、というわけで始まりました。よろしくお願いします。ピスタチオのエトスパトスロゴス。はい、この番組はですね、はい、我々ピスタチオが、うん、キコーナさん、はい、1日で2店舗に行き、はい、ビッグだったら前回まででしたね、うん、ビッグとバケ引きまして、うん、どちらも1ポイントずつ獲得しまして、はい、合計で39ポイント獲得できるかという、はい、こちら企画だったんですけれども、はいはい、これがですね、うん、私がですね、うん、もう見てくれてる方は分かると思うんですけども、はい、もうなんともバケの引きが高いということでそうですね、はい、もう基本的にも構成ってなったらバケの比率が高くなる、ね、機種もあるんですけれども、はい、ジャグラーはですね、はい、私が圧倒的にバケを引くということで、はい、今回から、ね、スタッフさんがですね、はい、ビッグ1ポイント、うん、バケ2ポイントという、バケ2ポイントになったのか、普通逆だろうということなんですけれども、うん、バケ2ポイントに温情をかけてくれたということで、あらららららら、はい、もう見てられなかったんでしょうね。そうですね、ビッグさんがかわいそうでね、はい、だから、はい、正直ね、ビッグの方が嬉しいけれどもポイント的にはバケの方が嬉しいという何度も複雑な、ね、頼みますよバケたくさん今日は。いやです、正直39ポイントどうでもいいんでビッグ引きたいです。巷ではバケの申し子って言われてみたいですけどはい、ありがとうございます。出てしまったんで、はいはい、でもこれ今回ですね、前回達成できなかったということで、はい、こちらです。はい、アンクルウェイトという腕の重りですね、はい、これを片手 500g ずつつけてるんですけれども、はい、これ何が一番嫌だって、うん、今ね見てる人うわーちょっとかわいそうだなってなりますけれども、はい、途中はもう分かんないですから、これ打ってもそうなんですよ、地味、何してるのか地味すぎる、もっとあるでしょという、うん、リアクション取るなんか激辛さ、うん、スープとかさ、はい、そういうのでいいじゃんっていう、うん、なんでこれしかも地味だし、うん、気づいてます、はい、左手はいる、これこれね、左手はいらないでしょ、多分置くだけですからね、うん、そう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 、はい、というわけでですね、はい、本日1店舗目はキコーナ平井店さんにお邪魔したいと思いますので、あら、もう因縁の相手ですよ。そうですよ、絶対今日こそは まず平井店さんを倒さないことには、うん、この番組で勝ちはないと、そういうこということになりますので、はい、もう今日気合い入れていきましょう、いきましょう、うん、はい、というわけで頑張ります、ファイト。さあ来ましたよ、ジャグラーゾーンでございますよ。どうしますか小沢さん、今日のいつもの、さあ何打つかですけども、一度やっぱこの平井店さんのファンキージャグラーは結構やられてるじゃないですか、我々一回ね、はい、リベンジしていいと思います。なるほどね、あれ全然乗ってこない、なるほどねどうしましょう。ちなみに伊地さんは、私は、はい、私はやっぱり、はい、ちょっと渋めに、うん、モンキーターン。ダメです、毎回言いますけど、やっぱオープニングでモンキーターン行くっていう、渋めに、渋めにじゃないんですよ、ジャグラーで。どうしましょう、ファンキーにします。僕はファンキー打ちたいですけどね、あっちも見ますか。あ、ファンキーにしましょう。あら、ファンキーの方がお客さんがついてるんで、ファンキーにしましょうか。では早速、はい、打っていきましょうかね。行きましょう。このもう最初がね、よろしくお願いします、はい、大事だから。そうよ、なんかもう、うん、千円札あるのに五千円札入れちゃうところが実は弱気だよねあ、そんなことしたんですか。千円札があるのに五千円札入れて、はい、うん、なおかつ1万円ではないところもなさいし、うん、ちょっともう1000円じゃ出ないだろうっていう、ちょっと打つ前から自信ないのやめてもらっていいですか。1000円じゃ出ないだろうっていう感じですから、楽しみましょう一旦、はい、はい、行きましょう。それでは行きますよ、せーの、せーの、はい、ダメですね、はい、あーこれちょっと地味に嫌だな。いや、そうなんです、これ重いよ、重いんですよ。あー、やだ、ちょっと腹立ってきた、なんか
最初からちょっと気分良くないもん。いや俺ジャグラーやって次の日筋肉痛嫌だよ俺。嫌だよ。ちょっと嫌だなこれ重いな。でもなんか朝一ねペカりそうな感じは非常にあるんだけど。あらちょっと自信ありげですか実は。これまあ聞こえが悪いかもしれないけど、うん、いつもより全然気合入ってない今日。あでも逆にすごいリラックスしてる。そうね逆にいいんじゃないですかその感じは。なんか確かに伊地さんもプライベートぐらい落ち着きあるもんね。うん、なんか今日すごい落ち着きある。ほらほうほらねすごいね。これもうなんか欲がないもん。すごい落ち着いてる。確かに確かに。だってでこれ本当にさ、うん、芸人としてはダメだけど、うん、光ったのでこのリアクションだからね。そうだよいつもだったらうわーそうなんかもう落ち着いちゃってるもん。歌い出したりしてもうだから毎日、うん、もうジャグラー打ってる人よ。じゃあもうちょっと私最近、はい、ビッグ少ないじゃないですか。少ないです。小沢さん前回ビッグ多かったじゃないですか、はい、ちょっともう分かりましたこれ。何でしょう小沢さんお願いします。何このフェイントね。この上確かテンパってるけどこんなフェイントあるって俺もびっくりした。地味なあれってなってもう自分でやって。小沢さんいいですか。マジでお願いします。すごいソーシャルディスタンスハイタッチ。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかありがとうございます。2人で撮った感じする。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいね。いいね。ちょっとめちゃくちゃいいじゃない。やっぱさ、このね、私ほらおいいねいいね、2人とも。じゃあ、いいじゃん。逆に、はい、私はちょっと伊地さんにちょっと知らないよ。いいよ知らないからね、先に言っとくけど、うん、もう2人で撮った。え、本当に知らないよ。いいよ俺の実力見せてあげるよ。うん、はい、こういうことです。何してんのねえ。で、こういうことです。だから二度と触らないで。こういうことです、はい。二度とやめてください。私に打たせない方がいいんですよ。分かってたもん、こうなること。これ続けたいよ。しかも俺に関しては大体この間もね、うん、朝一早かったんだけどバケとかだったから。そうね、これだいぶ違うね、いつも流れが、うん、実はね、あの伊地さんのことすごいとか言ってるし落ち着きあるねみたいなこと言ってるけど、はい、私も今日実は落ち着いてるんですよ。え？っていうのも、はい、自信ついちゃってんの。なんで？ジャグラーに関して。なんでよ。プライベートで、はいはい、奥さんと、はい、最近ちょっとジャグラー行きまして、はい、私が1000円投資、はい、で奥さんが2000円投資で、はい、2人とも1000枚ずつくらい出したんです。自信つけたのはいいんだけど、うん、新婚で、うん、2人であのマッチングみたいになっていってスロット。本当新婚2人パチンコデートやめてもらっていい。じゃあじゃあじゃあ俺そこいじってほしくて言ってるわけじゃないのすごいね。いやいや、いいねって言ってほしい。新婚2人パチンコデート気になっちゃうから。いやいや、やめて。奥さんもやるんだ。いや、やらないけど、うん、やっぱ2人とも暇で、うん、で奥さんこの番組見てるんで、うん、ちょっとジョグラー楽しそうだねなんつって。やめて、そのさらっとさ、うん、2人とも暇ですって一番辛いフレーズ言うのやめてもらって。新婚早々暇はやばいんだって、うん、暇なんだよ一番働かなくていいんだから。伊地さん知ってるでしょ、暇なんだよ。並んで打つの。ん、並んで打つの。並んで打つ。これ並んでなかったら本物よ。並んでます、並んでます。並んでなかったらすごいよ。でやっぱり奥さん可愛らしいですよ。ん、光って光った瞬間にあって毎回リアクションして、まあ最初はねそうなりますね。光った光ったって言ってくれるの最初は。そうやっぱ可愛らしいなって思うよね、やっぱそういうところは。じゃあ今も奥さんやってんじゃない一人で。おっ、嘘でしょ今の。何今の。ほー、びっくりした。何今の。ストレート、ストレートに。
でやっぱ今日あのエトスパトスロゴス行ってくるねって言うと、うん、私も行こうかなっていうのが最近冗談に聞こえなくなってきてる、ま、前まではね、うん、なんで行かなきゃいけないのって言ってたのにね。そう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 、おろおろおばんですどうもどうもテンション上がってきた。おばんですテンション上がってきたね。じゃあちょっと、うん、ちょんとまあ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 ちょんとちょんとどうぞ。まあ私が触んないで勝手に触らないで勝手にではない。なんだでも小田さん打ち方気をつけてよ。何ですか打ち方気をつけてよ。いや普通に打ってるだけですよ。いや前回コメントでさ、うん、あの YouTube のコメントで小沢の打ち方うざいっていうのあったから、うん、不快な気分になっちゃった知るからちょっとただ打ってるだけで。それはどうすればいいのよ。じゃあいや俺も分かんないよ。俺もそんな風に思ったことなかったけど、うん、見ている方が、うん、小沢の打ち方うざいっていうのを書かれてたんで、所作を教えてじゃあその方に。だからあの何か発言したとか、うん、不適切な発言したとか、うん、それでなんかうざいとかね変なノリやってうざいとか思われるの分かるけど、うん、はい、ただジャグラー打ってうざいって言われるすごいですよ逆に。いやそうよ逆にすごいあなた、うん、なんだろう顔が気持ち悪いとか、うん、だから分かるよ分かるよ。顔映ってないんだもん今。映ってないよ手元でうざいんだうざいんだ俺の手元がうざいんだもん。そうだよジャグラーの所作を教えてほしいよじゃあすごいよ小沢さん無理だよそんなの打ち方うざいんだからいろいろいましたねコメントもね。いましたよたくさんコメントありがとうございます皆さん。コメントは嬉しいよやっぱり、うん、嬉しい。でも複雑なのがさ、うん、いやーいじち面白いみたいな、うん、いじち面白いって嬉しいんだけどさ、うん、その中に負けた方が面白いよとか。おありがとう。いいね。いいです。ざわさんいいよ。58回でございます。ざわさん早い。ざわさん早い。大丈夫？俺やんなくていい？大丈夫ね？大丈夫ね？いいよ。バカだけどいい？じゃあビッグ引いて。ビッグだと思ってやって。じゃあ。触らないで。この枠に入ってこないで。ドキドキした今マジでバッケ来いと思ったからバッケ来いとお笑い的にバッケ来いと思って本当に来ると思ってなかったから俺もそろそろもう勝つとこ見したいよ俺も。いや本当そうね。もういいよそのやっぱ何がいいって、うん、主役って、うん、最初から勝ち続ける主役がいいんだよ。アニメのとか漫画とかの主人公って大体最初待てるんだよ。確かに最終的に勝っていく姿に、うん、視聴者は感動を得るんだ。あらいいじゃない。ってことでもう負けは見せてますんで。そうだよ。こっからあとは勝つ姿を見せるだけです私。そうだね頼むよ。というわけで一旦コマーシャル、うん、ない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 なんか前回のさ罰ゲームがメガネだったでしょ、うん、あれもすごい酔ってきて、はい、本当に嫌だったんだけど、はい、これはこれできつそうだね。いやいやだよ。ずっと打たなきゃいけないわけでしょ今日一日。そうだからまだメガネはさ、うん、ちょっとカメラ見た時にさ、うん、まあ人笑いある、うん、何してんだって。そうね面白い顔になってるからね。これに関してはもう言ってかないと気づかないから、ね、そうよ。だちょっとコツめの腕時計してるんだよ思われるから、ね、伊地知さんは本当にかわいそうだねこれね。そう俺だって黒に黒だから白いからまだつけてんの分かるけど黒に黒だから一個も分かんないからねやばいよこれこんな地味なのないよ。ちょっと色考えてほしかったな。おお光ってる。おすごすごいめちゃくちゃいいやん。ずっと100回切れないじゃん。74回素晴らしい、バラシー、バラシー、バラシーですね。ずっとそうで100回転以内。あれ、追加で、あれ、ついちゃんかっちゃんでいきます。追加で、ついちゃんかっちゃんでいかせていただきます。いいですね。やっぱ5000円入れてたから楽だね。そう、5000円入れてたから楽よ。ボタン押すだけだから。
やっぱ地元近いからね。おー、びっくりしちゃった今。びっくりした。びっくりしちゃった今。びっくりしちゃった今。さっきまで余裕ぶってたのに。びっくり。あら。ビッグです。見ました今。聞きました今。はい。ビッグです。すいません。ありがとうございます。もうほら、ほら点滅しちゃってる。やめれば。やめましょうか。いやいやダメダメ。もうちょうど下ないから。話しますか。台移動すれば。台移動しますか。しないし。ボーナス。なんでそっち側なの。ボーナスあげますか。なんで誰かにあげたいのよ。すみません今これ見てる方、急いでくればこちら光った状態で置いてきますんで。いやいや無理なのよ。嬉しいよ。もう何の心配もないもんね、うん、もうね。そうだよ。何してんの。何してんの。シンプルオシミス。シンプルオシミスですね。はい、ありがとうございます。すごい。はい、ありがとうございます。いい、よかった。うん。あのコメントでオカルトも結構来てるんですよね。来てましたよ。鼻でレバーオンすると光る。鼻でレバーオン。なんか50枚入れて1回出してみたいな。あー、なんかあったね。来てましたね。そういうの、まあ、今のところ好調だからいいけど、はい、本当にどん底ぐらいのテンションだったら全部やろう。平井はありますから、うん、平井7000がありますから。あるから今ね、うん、この中毒チャンネルクリスマス前じゃない、はいはい、だからなんかやっぱ、まあ、小沢も奥さんとかさ、うんまあ、いるわけだしさ、うん、やっぱ今イルミネーションとかさ、うん、いろいろあるじゃん、うん、だからもうイルミネーションって普通のやっぱイルミネーションでもう都会に住んでると飽きると思うんだやっぱ。はいはいはい、まあ綺麗だよ、うん、綺麗だけど至る所にもう都会ってさ、うん、イルミネーションがこう、まあ、たくさんありますね、飾られてるから飽きると思うから、はい、この点滅見せてあげよう奥さんに。この点滅行かれちゃう状態で休憩にして、うん、お前に見せたいものがあると、うん、で来て、うん、この点滅を見せてあげてで帰ってもらって、まあ、イルミネーションデートしましょうよ小田さん。これイルミネーションだと思ってる人いないで光らしていないです。確かに一番嬉しい光かもしれない。そう確かにイルミネーション見るよりは。だってイルミネーション見に行ったって1円にもならないじゃん。イルミネーション見に行って1円にもならないからって言わないの。あんなものはやめろ。一番好きでしょよあなた。そうイルミネーションとかイルミネーション好きなんだよ俺。結構毎年行くんですかそういうデートというか。イルミネーションは好きだね俺は。おすすめスポットありますか。ただね本当にイルミネーションのねすごいと思ったのがさ、うん、マジで彼女とかさ、うん、好きな人と見るとさ、うわなんてこんなにロマンチックなんだろう、なんてこんなに素敵なんだろうってさ、うん、イルミネーション思うんだけど、うん、振られた直後一人で見るイルミネーション、うん、マジで地獄だ。それは見たことあるんですかその人。だから2年前失恋した時の、うん一人で見たイルミネーション、うん、俺本当に恵比寿のさ、恵比寿ガーデンプレイスのすごい素敵なさイルミネーションあるじゃん。大きいツリーね。そう、うん、マジで30過ぎたおじさん、うん、あそこのイルミネーション前一人で通って本当にもうポロッと涙が出たとかじゃない。何通って号泣。もう苦しく苦しく振り返ったもんね。そこで泣くのはダサいって。そう号泣だけだったらまだいいよ、うん、号泣してて、うん、でもなんか雰囲気に自分浸っちゃうわけでしょ、うん、号泣してて、うん、雰囲気に浸ってる最中時間が来て、うん、パッてその消えちゃったから、うわそれ一番辛かった。だからもう、うん、そこの電気は消していいけど、うん、この電気つけてほしいお願い。あ、よいしょ。この電気はつけてほしい、よいしょ、お願いお願い、よいしょ。でもこれ本当にさ、うん、イルミネーションに関しては、うん、マジで響くこと、うん、え何がいいのっていう人分かれるからね。いや実はそうかもしれない。あのやっぱ女子って全員好きなもんだと思ってるから。そう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 、こっちはそういうわけじゃないんだよね。だから俺がだから逆に言って昔付き合った彼女とかは、はい、イルミネーション見せに行った時に、うん、まあ嘘だろって俺も思ったんだけど、うん、普通にわーって言ってイルミネーションここですってパッと見せた瞬間に感動しちゃって、おーえーって言って喜びすぎて、うん、走り出して、うん、そのまま日本一周しちゃったの。ちょっとそのまんま、はい、やって1週間帰ってこないなと思ったら日本一周して、うん、ごめんごめん、バーって走り出しての時から怪しいなと思って、わーって言った状態で日本一周、うん、あ、ちょっと物の時は体重半分だった、痩せすぎて。時間稼がないで。打たない時間稼がないで今打ってダメ。バレました、バレました、うん、もちろんです。これでも尺 OK でしょ。ダメです。この軽快なトークで尺も OK でしょ。いやいや、どこも軽快じゃないし、
ちょっとわけわかんないこと言うのやめて、本当にちゃんとやろ、ちゃんとやろ、本当にちゃんとやろ、ちゃんと見てる人もやっぱちょっと恋愛、ほら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 最高のイルミネーション、見に来てます、最高のイルミネーションや88回パッパ55、パッパ55、パッパ55出ました、ありがとうございます、ちょっとわかんないけど、パッパ55です、それはちょっとわかんないですけど、パッパ55、パッパ、パッパ55、パッパです、出ました、小田さん今日乗ってます、88回転で今日乗ってます、ありがとうございます、行きます、行きましょうか、行きますよ小田さん、はい行きますよ、まあこことここだけ押しなさいよ、おおおいおい、いい加減じゃん、自分から言い出してこれはやばいよ、ほ ほらね、俺は本当のこと言うとビッグ来てさっきのやり返ししたかったのにビッグ回っていうのをやりたかったんだよ、これは本当に引きがない小沢さん、ダブルで引きがない、マジで、うん、勝手に自分から言い出してマキアのやばいからね、うん、本当にビッグ引きたかった、小沢さん、お笑い的にもビッグだと思う、頼むよ、今年は彼女さんに何あげるかはもう決まってるんですか、え、プレゼント、さっきのクリスマスの話、あ、決まってますよ、何あげるの、うん、はい、カット、なんでよ、ストレートすぎる隠そうともせず芸歴13年目で、13年目で、はい、もう本当に芸歴13年目でやらせてもらっておりますけれども、ダメです、カットとか言ってるけど俺は使ってほしいけどやばいよやばいよね、これ使ってほしい芸人やばいよ、13年目で俺は見たいけどな、これ家で、まあどうなってるのか交互期待ですよ、いやそうね、おいいいね、176回、ザワさんいいよ、いやこれはビッグですよ、いやいや、はい、ほらこれはビッグよ、ありがとうございます、ありがとうございます、やっぱあとスロットパチンコをやる人あるある、うん、普段そんなにコンビニとかスーパーとかで、うん、買わないけど、うん、スロットとかパチンコだと、うん、ヤクルトとかオロナミン C 買いがちっていうのある、あります、普段そんなの買わないけど、うん、スロットの景品だと取りがちってなる、取りがち、わかります、でもね僕最近なんだかんだ一番いいの気づいたんですよ、はい、お水、いや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 、やっぱりじゃなんだかんだ一番いいの気づいたって、うん、気づいたすごいもの見つけたみたいな空気で、すごくない、全然すごくない、当たり前のやつだから、知らなかったでしょ、いや全然気づいてます、全員結局家に水あるのよ、ね、だから家で飲むの、全員もそれ知ってますよ、なんか新発見みたいな、うん、すごい感じ言うのやめてくださいよ、普段食べないお菓子とか取りがちでしょ、違うんです皆さん、いやいや、お水、いや水取ってます皆さん、え、新発見、じゃあ分かりました、分かりました、ごめんなさい、やめて小沢さん、お願いだから、そんな言うなら、はい、もっといいのあるんです、何ですか、一番いいの何ですか、ティッシュ、家で使うでしょ小沢さん、小沢さん、ちょっと変化球ですね、え、確かにティッシュはちょっと行かなかった俺は生活必需品、あそこでもらう、ティッシュは確かに必要です、だって買うでしょ、分かる分かった、そうでしょ、あ、うん、盲点だったティッシュは、そうですよ、ティッシュなの、なるほどね、ティッシュ家に置いとく、絶対必要だもんね、うん、そう確かに、しかもあのティッシュ、小田さん生活感出過ぎてますもうちょっとロマンあること言ってよねティッシュとお水です、やだよ、パチンコ屋からティッシュとお水抱えて出てくるなんかこう喋ったりしてると忘れてるんだけど、はい、ふとした時に、うん、これつけてるってことに気づくと腹立ってくる、うん、マジで、そうなんです、ふとした瞬間に異様に腹立つ、これマジで憎くなってくるもん、嫌なのよ、確かにめっちゃ憎いこいつが、地味にこの時よりここ拾ってる時の方が、ここだから、ここは一定だからいいんだけど、うん、この作業がね、上に上げる作業が、なんなら今日まだ2回ぐらいしかやってないけど、この作業マジで嫌だった、ほら腹立った、お
いいじゃない。ほら、しかもこれビッグですから。頼むよ。これビッグなんですよ。ほら、これはもう知らん。これは知らん。これは知らん。これは知らんよ。いやさ、うん、いやさ、何のためにさファンキー打ってんのよ。ちょっと待ってよ。まあまあまあ、でもまだそんなガクって偏ってないじゃないから。まあね、まあね、まだまだ。まあね。素直に俺に打ったしときは俺のせいにできたの。まあね。そうだよ。伊地さんはやっぱいろんな台打ってるんですよね。いろんな台打つね俺は。めちゃくちゃ打つよいろんな台。最近は、おーい。179回。いいね。いいね。ビッグな気がするなこれは。ここ引きたいね。あー、ここ欲しかったな。ここ欲しかったね。ここ欲しかった。ここビッグだったね。あ、おおカッコン。おなんて綺麗な光、なんて綺麗な光、ピカピカピカと光っているのを消しちゃう。なんでなんでそんなことすんの。カメラにもうカメラガチャンってな。俺側の方だしカメラも見して。これいいよね、点滅。いいですね。なんか点滅っていいよね。何がいいんですか。何なんだろうこれ。何がいいんですか点滅って。だってさ、うん、ホタルとかもさ、うん、ホタル見に行って見に行ったことあるんだけどさ、うん、やっぱずっとさ、うん、あの暗闇の中でホタルパッて光ってたらあんまり感動しないで。あれってホタルが近って点滅してるから人って感動するんで、やっぱ点滅には感動させる力ってなんですよ、うんうん、なるほどね。あの早く打ってほしいし、あの無駄してるよ一枚分。止まってるから。本当だ、うん、本当だ。そうだよ、一枚無駄してるよ。そう、それはあなたのせいです今の。早くやった方がいい。全然気づかなかった今。ここで時間稼ぐのは大事よ一枚、うん、これ終わった後に時間稼ぐのが正解。ここはもったいない。今打っちゃって言われたんだ。もうビッグ確定してるし。そうです。なるほどなるほど、うん、おめでとう、おめでとう。 ありがたいね、ありがたいね。やっぱ真面目です。おお、またビッグ来た。またビッグの気がする。ほら、おーい、これは素晴らしい。これは5回転でビッグはすごいね、うん、お、伊地さんあと30分だそうです。あと30分、やばい。もうこれでゆっくり打とうって言ってたのに、うん、あとビッグ1回取れないかっていうとのよく出てきちゃってる。そういうことだね。よく出しちゃってきてる今。でもなんかもうすごい嬉しい。久しぶりに見てるもん俺このビッグが先行してるっていう。確かに今ビッグ4回バケ3回ですから、うん、久しぶりよ。ビッグ先行。そうだね、ビッグの方のあの赤い方は一旦大体1か2だもん。おいおい。でも本当そうなんだよ。本当そうなんだよ。1か2であっちでちょっとオレンジがかった方が8とかだもん。7とか8とか。ありえない確率叩き出してるからね。ビッグとバケの確率の。いいね、平均的に。この間のひどかったね。よっしゃ、起きた。ポイントはこれでクリアです。おお、いいよ。しかもまた4対4戦一緒。確かに。で仲良し、ポイント20ポイント。はい、素晴らしい、素晴らしい。おおお、ビッグな気する。ビッグな気がするよ。負けです。まあまあまあ負けです。まあまあ全然ポイント的にはでも2ポイントですから、うん、ちょっとラスト10分真剣勝負だね今。そやで、うん、おいし、おーい、ビッグ
素晴らしい、めっちゃくちゃ素晴らしいやん。でも仲良しじゃなくなった。俺もビッグ引きたいな。ボーナスラスト1回ね。やだな、ハマって終わんの。200までに来てほしいね。あと7回。おーしゃ、すごっ。これビッグだとやばいよ。やばいよ。あー、まあ、まあ、まあそう、まあまあ、じゃあここで俺が最後ビッグ引いたら、そう、仲良し終わる。仲良し終わる。俺は一番嫌な300近く回っての終了あるから。嫌だね。非常に怖いよ今。奥さんと隣同士で打ってる。奥さんと隣同士で打ってるから、こうやって光隣の台に気持ち悪いな。おまじないをしてるんです。光ります。それで OK。 すごっ、ビッグだ。うよ、これはいい。よよごご、よよごご、いいね。よよごごは素晴らしい。素晴らしいね。嬉しい。はい、というわけでですね、はい、あの平井店さんでの実践のが終わりました、うん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、さあ、まあね、早速ですけど、はい、結果の方は今回ですね、私は2000投資で、うん、ビッグ4回バケ4回ということで、うん、はい、150枚、150枚、最終的に150枚ということになりました。あ、はい、なるほど、良かったですね、はい。私の方がですね、投資が2000円で、はい、ビッグ6回バケ4回、はい、まあ、ポイントで言うと、14ポイントですね、はい、で、1106枚ということで素晴らしい。素晴らしい、バラシーですね。小田さん、バラシーでございます。小田さん、バラシーですよ。それはこれね、何がバラシー、はい、一応あの伊地さんもプラスじゃないですか、はい、2人でこうね、プラスでね、こう割れるっていうのはね、はい、初めてのことなんじゃないですか。そうですね、この番組始まって以来ね、これ幸せでございます、本当に、ね、うん、でも私の関してはですね、はい、あのプラスの時と、ま、あのマイナスの時の、うん、あの比重が違いすぎるというんですよね。マイナスの時はドカンと、プラスの時は本当にごくわずかという、まあ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 、まあ、でも今日まだあのもう1店舗行きますから。そうですね、はい、そこに向けてやっぱりこれいい流れなんじゃないかなということで、なので私はもうこのままですね、うん、あのあだ名が、うん、あの勝ちの時はスズメの涙というあだ名つかないように頑張りたいと思いますんで。なんかいいですね、演歌歌手みたいなこと言うね、はい、伊地さんね、素晴らしいですけども、ならないように頑張りたいと思いますんで。そうですね、続いては府中店さんに行きたいと思いますんで、行、はい、きましょう。引き続き見てもらいたいと思いますので、はい、高評価とチャンネル登録の方、うん、ぜひよろしくお願いいたします。コメントもお願いいたしますね、はい、はい、久しぶりですね、こうやって悪態使いの終わるのは。いや、そうですよ、はい、うん、もう正直言うとこれのことももう気にしなくなってきてるもん。そうです、もう正直、ね、これぐらいつけましょう。うん、つけましょう、これぐらい。ありがとうございます。ありがとうございます。それではね、次と見てもらいたいと思いますね、はい、それではまた見てね、バイバイ。